さんこんにちは、斉藤和真と申します。カバー1曲とオリジナル1曲をお届けしたいと思います。まあ最初にね、オリジナルを3曲やっていきたいと思います。新学期を目前にしたこの気持ちをね、ちょっと、続けてみました。桜が舞うちに聴いてください。カバーとかオリジナルとか、やっているんですが、その中でこれだけは毎回歌おうというか、毎回1曲歌うものを決めた方がいいよとある人に言われまして、いやうまくいってなかったのでこれにしようと、70年代ぐらいの、ヒット曲でございますね。夢で会えたのを、で終わりにしたいと思います。夢でもし会えたら何会えるまで眠り続けたい。
ありがとうございました。